を倒せぬウサを今までそうやって自分より弱い人間をなぶり殺すことで晴らしてきたわけか。獅子雄が気づいていないだと。あの男がそんなアホなわけないだろう。おそらくお前の心の中などすでに見抜き、その上で知らんふりしてるんだ。お前の陳腐な自尊心を手よく利用しているのさ。気づいていないのはお前の方だ。黙れ。ならばこれでどうだ。この間合いではガトツは使えまい。視界も遮られた。今の貴様は目隠しされたダルマ同然。これでもまだ減らず口を叩けるか。さあさあ恐怖しろ。最後の一撃はこの盾の裏から顔面を突き殺してやる。お前からは私が見えん。だが私にはお前の動きの全てがこの心眼で。何？ガトツにはいくつかの片分けがある。通常の一式、斜め上から突き下ろす二式、対空迎撃用の三式、そして今のが奥の手、間合いのない密着状態から上半身のバネのみで繰り出すゼロ式。いずれ抜刀斎と決着をつける時のためのとっておきだ。光栄だろう。クソ、師匠ならいざ知らずこんなはずでは。惨めだな。戦わずして獅子雄に負けた時、お前は剣を捨てるべきだった。己の信念を貫けなかった男など死んでも生きていても惨めなものだ。貴様という男はどこまでも容赦しない奴だな。慰めの言葉でもかけてもらいたかったのか。バカ言え。一辺の淀みもなく己が道を貫く。簡単なようでなんと難しいことよ。お前はこれから近代化する明治でどこまで刀に生き悪徳山を貫けるかな。無論死ぬまで。